蒙古たちの武勇は呪春に集った義軍を圧倒した。これにより葬儀は揚州から完全に駆逐される。さらに呪春の先に広がるのは余州の平原。古来その地を制する者が天下を制すると言われた中原である。この平野を駆け進み曹操と雌雄を決する時は近い。孫悟は若き当主孫権を中心に結束し息を高めていた。しかし揚州平定から数ヶ月の後、西から嵐が巻き起こる。盟友劉備の軍が突如突進、孫権領する甲賀へと迫ったのである。明らかなる敵意と不確かなる動機、そこにある真実を確かめる間もないまま孫悟は防衛の陣を敷く。陸孫、関東、郊外、連氏が乱世の虚実に立ち向かう。俺が関魏公だ。忘れないでくれな。劉備様は姫様が選んだお方、姫様の目に間違いはないはずです。この騒ぎ何か裏が、それを明かす手はないでしょうか。劉備め、一体何のつもりよ。姫様の婿ともあろう男が、このような騒ぎ姫が望むはずもない。事と次第によってはただでは済まさんぞ。劉備は不義理すぎる。姫様もあんな男には愛想を尽かすべきだ。このよ、この果たして、いや、しかしこれはなあ、なあ、陸孫、取り込み中なのは分かるんだがな。あ、関東殿、すみません。何でしょうか。その職の動きにおかしなところがあるんだろう。はい、この騒ぎどう考えても職に利はありません。孫悟は慶州で譲歩し合肥も攻めました。言ってしまえば職に都合がいい存在です。お前結構、いや、まあいいか。それらは皆漢中攻略を考えてのことです。そのためにそれ以外も盤石にしたかった。ならば孫悟と事を構えるはずがない。このような騒ぎは無意味なのです。なるほどな。で、どうする。当人たちに聞いてみるか。はい、向こうが応じればではありますが、なんとか対話を試みましょう。この騒ぎの真意を問いただします。諸本陣へ向かいましょう。何を考えているやら、次第によってはただではおかんぞ。あれこれ考えろ、リクソンに任せたぞ。これは対話のための道。すぐに終わりにしてやるぜ。
やがったな、裏切り者ども。一歩抜け抜けと姿を見せられたもんだ。こたびの不義、なんかしうるものではござらん。覚悟してもらおう。これでは対話になりませんね。では、力ずくで冷静になってもらいましょう。すいません、少し落ち着いていただけますか。こちらには全く事情が飲み込めないのですが。きっ、どこまでしらばっくれる気だ。姉上が孫悟に帰った。兄者を裏切り我らと戦うために。姫様が、まさかそんなことは。うちの軍師の手紙にあったんだよ。だから先手を打てってな。諸葛亮先生が。いえ、ありえませんね。関羽殿、張飛殿、やはりこれは何者かの策です。わかる。ならば一体。敵襲！敵襲です。こちらも敵襲です。いい、どっちの敵だ。両方ですね。敵将、討ち取ったぞ。皆さんお揃いね。よっこらしょ。手紙を信じてくれたようで嬉しい。背の盛んにて我らをたばかったか。なんと卑劣な。許さぬぞ。おい、よっこらしょの連中。誰だっけな。ここは強固ね。奴らぶちのめそうや。気をつけ。よっこらしょ、止まって。やれやれ、誤解が止まらないわ。しかしあの金庫が小ずるいでお使いよ。いや、誤解が解けて何を。さて、こっからは卑怯者どもが相手か。こんなところかしら。状況はすっかり出来上がったわ。逃げられてしまいましたか。ですが、状況とは一体。いざ参る。敵本陣は手薄。一気に落とすのだ。止まって。伝令、魏の上皇が我が方の本陣へと急行中。しまった。状況とはこれが狙いでした。急いで動員に向かいましょう。馬鹿にするな。魏の奴らの好きにさせるかよ。守りは俺に任せときな。張飛殿、ありがとうございます。では私たちは本陣へ急ぎましょう。行きましょう。
孫悟を騒がす者はそれがしが許さん。大岩となり火の激流をせき止めん。遠礼、いかだ増援が到着。敵軍の出撃に回りました。中央の高台の守りが薄いようだ。にお任せよ。おう、目指す時に来たな。それはいい。俺も急ぐぞ。よし、これで当面の危機は免れたのだ。タクトは20センチに巡らせるものよ。さあ、俺が中央を立ち寄ってくれるわ。やつら、中央の高台を取るつもりか。さすがは守り切ることができましたね。大きな損害もなく何よりです。この一帯は守り切れたか。これで義への進行も順調にことが運ぶな。伝令、孫権様率いる援軍が接近中。この援軍が来てくださる。皆さん、あともう少し耐えましょう。みんな、よく持ちこたえた。さあ、これよりは攻勢に転じるぞ。伝令、孫権様の軍が到着いたしました。よっこいしょ。おお、やらいでか。火の者どもよ、孫武の力思い知れ。こっからは攻めの戦だな。待って、目立つぞ。私がもらってあげる。今こそ私たちの武勇を示す時。さあ、皆さん共に続きましょう。おうよ、よっこいしょ。いいのやつらに一歩歩かせなきゃ収まらねえぜ。何するな。関係の軍、圧倒なる部で打ち砕こうぞ。お見事です。私も見習わなければ。あなたの部には乱れがない。流れと流れる大河のごとくですね。いざ参ろうぞ。次なる輩、彼らの刃にて打ち果たさん。他を寄せつけないように。お見事です。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。おそくは勝者援軍に行き当たる。飛行らの死ここで立たせてもらう。構えてやる。今
私も見習わなければ。うん、いい戦ぶりだ。このまま魏の本陣を攻め落とすぞ。すまない、孫権殿。諸葛亮から敵の策を知らされ、兄弟たちを止めるべく急ぎ来たのだが。それで自ら出向いたというのか。いや、そこが劉玄徳たるゆえんか。孫権殿、このような騒ぎの後でぶしつけだが、
今後も我らの命結び続けてくれぬか。ああ、そうできればありがたい。罹患を図るということはそれが脅威ということ。より一層の連携がなれば義にとって重圧となるでしょうね。だの、今までは力を借りてばかりだった。これからは我らが孫悟の戦に協力させてほしい。はい。どうなさいました、姫様。こうやってみんな笑って乱世を超えていけたらいいなって。そうですね。